阿蘇市倉原にあるリゾートホテル阿蘇憩いの村の芝生の広場に芝居が完成しました。この芝居は憩いの村職員である小野俊成さんが13年前から始めたもので、マス目の縮尺図に合わせ下絵を描き、バーナーで芝を焼いていきます。毎年恒例となったこの芝居は、新年に宿泊に来ている方や地元の方々もとても楽しみにしています。今年の画商という文字は、年女である阿蘇憩いの村職員の高宮圭さんが A3 用紙に書いた文字を200倍にして描いたものです。高宮さんは今年の1月18日に結婚され、その後退職予定で、その記念に書いたそうです。